本と中国の狭間で生きた伝説のスパイ愛人神楽剣士、またの名を川島よし子、恨みを抱きて現世によみがえる。どうだ青年っぽいだろう。なになに、どういうこと、わかんない。なに、そう難しいことではない。魔界少女剣、阿部の青年、両者も我らの敵だ。この魔界もろとも我が黒魔術の力で吹き飛ばしてくれる。ってわけ。あんた一体何者。光の手の者であろう。生命光で知らぬうちに召喚の術を使いこなせる。ヒカルとは何者なの。ヒカルって、あの白シャツ野郎だ。あの者がどこから何者なのか私にも分からない。しかし奴はこの国の者である。海を渡りこの国に住み着いた。そして我らと違う神を抱く。